もちまる日記、保護猫に危機を出したら再生数が倍に。ここのところ再生数50万前後、保護猫登場12日で13動画作成平均100万再生超え。もちまる死んだらチャンネル名変えるのかな。これだから猫で金儲けはやめらんねえな。あのタイキーさんですら犬の足骨折で半年持たせようとしているのに、とうとう使い古された保護猫まで手出しちゃったか。テコ入れ大成功でくさ。あれにてるそってどんな相談や、猫好きではないやろ。もちまるはどこ行ったの。ここで捨て猫追加したらアンチが騒ぐやろな。詳細やれ。お前はまかまけててさ。ボス丸様、止めず丸様。生後1ヶ月の子猫は天使だからな。初代もちまるよ、お前のバックアップはすでに取得済みだから安心してしね。あざと病弱な保護猫登場してお涙頂戴のご報告動画でまたブストかける予感がしてならない。猫系 YouTuber 子猫の成長を取る声量になり、勢いなくなるテコ入れに野良設定の子猫を買う。タイピー路線に寄せてきてるのは草生えない王者もちまる焦り好きちゃう。里親探すって言ってたけど、もちまるの知名度なら知り合い限定でも寮で決まるやろ。なんで手元に置いてるんだろう。むっこはズニになる気やで。皆さんはどう思いましたか。ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。